地です。連日暑い中、皆さんお疲れ様です。僕は元気です。しかし、カメラがダメでした。いやいやいや、これじゃ撮影になりませんって。いくら僕が我慢したところで撮れてなきゃ意味がない。そうこうしているうちに僕にも限界がやってまいりました。てことで、オクラフォトシーズン 3GX7 から行ってみよう。このカットは歩いていたら偶然目の前で子供が遊んでいたんですよ。で、実際にこのシーンで採用カットとして選んだのがこちら。少しピントが甘いの分かりますか？でもこれを選んだんです。ピントがずれたのは一挙手による偶然。ただ僕としては映りすぎない良さっていうのも時としてあるんだなと思いました。お次はこちら。ストリートスナップにおいてこの人物、まあ、歩行者とかの配置なんていうのは運の問題ですから、これも悪くないですが、ちょっと左側の肩の単体が欲しかったんですよね。なので採用したのはこちら。これを言っちゃなんですが、やっぱりスナップで希望のタイミングや構図で撮るって大変ですよ。はい、そして次。これはバスの後ろの方に僕は座っているんですが、実際に採用したのは僕の右隣に座っていた方の読書している手元なんです。このカットは良くも悪くも作例としては印象が強すぎたんですよね。で、これ2020年でしょ。ガソリン代安いね。なんだか懐かしい。で、こちらは綺麗な色。街中のアーケードっていうのかな、そこにステンドグラスのようなものが入っていて、そこを通った光です。で、このおじいちゃんがそこに手をかけていたから、そのままそのままって言って本当に声をかけて撮ったら、なんかピースなんかし始めちゃってね。ただ映像で撮っていないから、いきなり出すと浮いちゃうという理由でオクラになりました。GX7 では最後のカットになります。こちら1対1のスクエアで撮ってますね。で、 GX7 でせっかくだから1対1の作例のシリーズというかね、それも載せようと思っていたんですが、うっかりこれしか撮っていなかったんですよ。ですから不自然にならないようにオクラです。さあ、お次は富士フィルムファインピクス X100。 ご覧ください。1月4日、年明け早々に神奈川県にある横須賀まで足を伸ばしました。ただお恥ずかしい話ですが、到着する頃にはもう日が落ち始めていてですね、美味しい光も何にもない。で、なんか正月ボケなのか、僕のテンションも全然ついてこなくて、いいのが全く取れずですね。もうね、こうなったら仕方がないんですよ。この日のこの場所での撮影は全部オクラ。横須賀ですからね、外国人の方もちらほらいらっしゃったんですが、そもそも人がちらほらしかいないんですよ。だからちらほらの中にしては外国人が多かったんですけど、まあ撮れ高は最低でした。で、次はこちらなんですが、お分かりでしょうか、僕は道路に立って撮っているんです。ただね、ここ横断歩道なんですよ。もしかしたら道路に立って撮るなとか、そういうコメントも来るんじゃないかなとか、いろいろ考えたし、このシーンを映像で撮っていなかったという理由からオクラにしました。はい、ここ見たことある方、これは東京原宿にある一つの有名な撮影スポットなんですが、天井に張り巡らされた鏡が下のエスカレーターや階段を映してるんですが、誰も映っていないんですよね。そしてなぜ採用しなかったかというと、コロナで誰もいないぞというメッセージにはしたくなかった。それが理由です。で、 X100 の最後はこちらで、採用したカットはこちら。そう、動きが欲しいなと思って125分の1以下にしながら自分がくるくる回ったんです。で、いっぱい回ったんです。いっぱい回って最後は目が回りました。それだけです。さて、それでは最後、ソニー NEX7 に移っていきます。西郎鳩13羽、鳩が13羽寝ておりますだけの写真なんですよ。それが なんだろうな、全然載せる意味がない、理由がない写真なんですよね。まさに煮ても焼いても食えない写真なんつってね。もう早く次の写真行ってくれ。はい、こちらの写真、なんともこう線がね、おしゃれな感じにまとまってるんですが、これね、他の写真がそうじゃなかったというか、なんと言えばいいんでしょうね、バランスが悪かったんですよ。なるべく凹凸のない、違和感も少ない映像を作ろうと思って編集中にこれは省いたカットです。さて、こちらのカット、皆さんお気づきでしょうか。文字が反転してますよね。これ、まあ、ビルの鏡と言った方がいいのかな、そういうところに向かって撮った写真です。で、それを説明するか映像で伝えるかをしないと、見ている皆さんは僕がレタッチしたと思っちゃうので、これはやめようということでオクラです。で、このワンちゃん、全然ピンといかないんですよ。なんでかわかんないんですけども、なんかね、僕6カットぐらい撮ったんですね。ここでピントがちょっと向こうに行っちゃうんです。おそらくね、これレンズのせいかな、ちょっとした不具合に感じたので、レビューでは言いませんでしたし、この写真もオクラにしました。で、最後のカットがこちら。一番下のところがこれ鏡になってるんですよ。真ん中に映ってるのがこれ僕です。
これ普段人通り多い六本木なんですけれども、この時だけはね本当に人が来なくて、僕すっごくお手洗いに行きたかったんです。でも15分ぐらい待っても誰も来なかったので諦めました。まあ次の予定もあったんでね。ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとね最後はトイレを我慢してましたっていうどうしようもない理由なんですが、まあ僕だって人間だもの。で皆さんこの3機種お気づきですか。レンジファインダータイプと言いますかね、ファインダーが真ん中じゃないタイプのカメラ3台。このチャンネルの順番通りではなくちょっと飛んだんですが、こういうまとめ方もいいかなと思いました。オクラフォトシリーズ3、今夜も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。皆さん本当熱中症はお願いですから気をつけてください。僕も実はフラフラしました。そしてあそこに座っちゃってるんですよね。ですからお出かけの際は塩分、水分、そして SD カードを忘れずに、なんつってそれではまた次の動画で。